関根のごま油。お、香りほのかな一番搾り。キリン一番搾りとかけました。あれ、たまたまですけど。老鼠爱上猫。色味がかかっている感じで、あーいい匂いがします。いただきます。ではこのごま油をかけます。スイレンっていう野菜にごま油をちょっとかけます。油に油です。うまいですね。めっちゃごま油の風味が効いて美味しいです。関根のごま油めっちゃ美味しいです。ここに置いとこう。サーモンの刺身にも合うかな。どうなんですか。ちょっとだけ醤油とわさびをつけて。関根のごま油、もう油油してます。いただきます。サーモンの刺身にめっちゃ合う。カルパッチョみたいな感じ。美味しいです。入れすぎていいことですよ。確かにごま油こんなに飲んだことないですよね。このサンニーバイローに絶対合うと思う。このサンニーバイローさんごま油透明なんですよね。ごま油もいただきます。うまい。このごま油台湾料理にめっちゃ合います。あと刺身、日本の刺身にも合う。めっちゃおすすめです。それでは。美味しいですね。ダントツです。これ絶対合いますよね。最初からもう油が結構効いてる感じ。いただきます。これが一番合いますよ。油しかもうない。魚の味と塩気がちょっとあるので、このごま油が合いますね。美味しいです。関根のごま油、皆さんもしよかったら下のリンクから注文してみてください。それではずんだついちゅう、バイバイ。それは今のそうでしたね。イメージを持っております。エパーラー、エコピンのスタッフ、あの黄金のやつ。
うまみ調味料だいぶ入ってる。タイガーズと合わせてみる。絶対おいしいこれ。あ、コクが増してめっちゃおいしいです。こんにちは皆さん、今日は関根のごま油を紹介したいと思います。こちらです、関根のごま油です。このね、関根のごま油ね、めっちゃ美味しいんですよ。関根のごま油 ね、この台湾ビール18インチとめっちゃ合います。それではこれ新しいの来ました。でこうやって変える。ここがこういう可動式になってる。動画撮るならもうソニーと iPhone 楽しかもう論中です。